ありで。巨人は0対0の7回、俊足の鈴木が代走に出ます。バッターは4番坂本。鈴木はバッターが球種を絞りやすくなると盗塁をほのめかし、プレッシャーをかけます。坂本は盗塁を警戒して速い球が来ると狙っていました。その速球を振り抜きツーランホームラン。ランナーとバッター2人の協力でヤクルトに競り勝ちました。本当に高平さんのおかげでもあると思ってます。